ということで、じゃあ今日歌のコーナーという感じかな、はい、一応前回自分の作詞作曲の歌を歌ったんですけど、今回は覚えた歌を歌いますね。なるほど。前のサマーで歌った時好評だったんですか？あれ別に見てくれてる人結構いたと思うけど。いますよね、うん、ただラブなのかミヤゾンなのかちょっと難しい過激だから。いいじゃないですか、やりたいと思ったことをやってみると。別にダメって何も言ってないじゃん、今日も来てんだからさ、こうやってさ。というわけで今日も歌っていきますよ。あの人の歌、斉藤和義さんの歌うたいのバラット、バラット、うん、歌うたいのバラット歌うたいのバラットでバラット。いいね、お前そんな歌えるんだ。歌いますよ。いいね、サマーデイもなんかちょっとそんなバラード系のやつだったじゃん。そうなんです、いつもラブラブラブちゃんどっか行っちゃったこんな感じだから、うん、そうじゃなくてやっぱりこうねバラードも歌ってみようかな、そんな風に思っております。なるほど。でも佐藤さんあれですね、うん、思ったんですけども、家だとそんなにちゃんと声を出せないんですよ、声量を。いつかあれですね、ちゃんとしたところで歌ってみたいっていう気持ちはありますよね。僕全然あの雰囲気の人間ですから、うん、やっぱりあの野球やってて、あのサッカーのユニフォームで野球やると下手なんですよ。何度も言いますけども、うん、ちょっと柔道着でサッカーやっても下手で、うん、やっぱりその雰囲気とかに馴染むタイプね、うん、だから物から入るタイプですね、うん、なのでそういうところでやればいい歌を歌えるような気がするんです。これ俺やったことないんだけどさ、例えばみやぞんさ、ええ、ちょっと一個当てあるっていうか、当て、俺はもう基本当たり前に使ってる場所なんだけど、よく考えたら曲ってあそこで取れんじゃねえかなって思ってるところが一個あるから、そしたらそこで歌いますか。今日やめてそっちで弾いたら。じゃあ、そうしますか。ということで今日はここで取るのはやめて、後日になるのかな、わかりませんけども、ちょっとそっちの方で歌ってみたいと思います。じゃあそんなことで、はい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 、ってなわけです。おはようございます。おこんにちは。ここなんですね。そう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 、わかるよね。わかります。ここであの何でしたっけ、ナレーションとかやったりしますね。そうそうそう、何度かやった時ありますよ僕も。さあここで MA ルームとは何かご説明しましょう。 MA ルームとはですね、テレビ番組の映像に音楽を入れたり、テロップに音をつけたり、ナレーションを録音したりして放送予定の VTR を最終的に仕上げる場所なんですね。なので音楽スタジオより規模は小さいけど、録音するってことで言えばそんなに支障はないのではといったことで、MA ルームでレコーディングをする運びとなったみたいです。ちなみにこちらはサトディさんの特番の慣れ取りの合間で、私安田大サーカスの団長がナレーションをさせていただきました。以上 MA ルームのご説明、これにておしまいです。というわけでもしよかったら、僕の YouTube も見てください。団長安田チャンネル、自転車のことばっかりやってますけど。以上で大丈夫です。大丈夫ですか。はいはい、ありがとうございました。施されたら施し返す、恩返しです。まさかみやぞんでこの感じでナレーターさんみたいにやると思わなかった。こちらこそですよ。これも撮れるんですか、歌ったら。ね、そこさ赤いのつくでしょ。つきました、赤いの。赤いのついたら始めていいよっていう合図にするから。はい、これね。はい、なんかナレーションでも読むときこうやってついたでしょ。つきました。そうそうそう、同じで、あのみやぞんそのレバー全然関係ないから気にしないでよ。はい。電車でゴー。お前大丈夫だろうな。お前。それでは皆さん今から撮りますよ。じゃあみやぞんの歌いたいという曲、じゃあ行きます。 3,2,1。あなたもおいで、その子もおいで、そなたもおいで、みやぞん。 OK ですか、みやぞん。はい、歌いたい歌つ。はい、オープニングだったの。そうなんですよ、ちょっと気になってて、あのあそこでパッと作ったのが流れてるもんですから、ちゃんと撮ってこれいいかなと思って。みやぞん、ちなみにこれで終わりじゃないよね、今日ね。大丈夫だね。大丈夫。じゃあ、いよいよ、じゃあみやぞん、ここからって感じだね。はい、歌いますよ。
自分らしい気取ってそこまで気取ってない違うエコーで来るからすごいなんかのライブで聞いてるみたいになっちゃってるよこっちがいいんじゃない本日は本当にありがとういいじゃないみやぞんよかったんじゃないいや佐藤さんこれで終わりじゃなくてもう一曲だけいいですかはい、もう一曲あるんだせっかくだからああるんだはいおまあせっかくだからやるなら撮っちゃうかいいですか、まあ、うんはいいいねこれボーカルなしなんだボーカルなしですねボーカルはやらないんだボーカルやらない歌えないんだ英語がオンアイオンアイだけせっかくねなんかね歌ついたらかっこいいねこれ多分ねそうですねこれだ誰かに歌ってもらおうかなそうねちょっと探してみようかそうですねね探して一回はめてみようよ今度なんかもしもあれだった俺も探してみるわはいうんオッケーオッケーオッケーいいんじゃないちょっとじゃあサマーで撮っていいですかじゃあ最後ということで、今回のYouTube なんですけども、こういったところで撮るっていうのもですね、また新しい発見ですよね。ここはもう本当歌を撮るとこじゃないんですけども、まあ我々は当面ここでいいんじゃないかなということで。そして、なんかこう明るく楽しく、いやいや、みやぞん、こんにちはっていう感じもね、テレビでよくやったりするんですけども、この YouTube ではなんかこう甘い感じこんにちは、僕は、今日も元気。こんな感じの、メロディアスな歌もバラードも歌ってみたいなそんなふうに思っております当面は我々はここでいいかなとそんなふうに思っております面白いねラジオやってるみたい今時刻はですね9時20分になりましたあ素晴らしいですよねそしてですね、こういった、素晴らしい音響のしです、プロではね歌うところではないんですけども我々はですねこういった感じで甘い声で、YouTube の方やっていきたいと思いますこれからもですねチャンネル登録お願いいたしますみやぞんでした何それ初めて聞いたけど See you by next week バイバイ今度でいいんじゃない？サマーで今度だ。まあミスチル面白かったけど。ミスチル。